はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。河合の BL61 が入ってきました。今ちょうどですね、 BL シリーズはあと2台あります。黒いですけどもね、3代目の61です。私はね、当時河合楽器に勤めてる時によく朝礼でですね、調律の台数が非常に多い BL シリーズなんですが、私の好きなピアノはとか言って、ね、発表したことがあります。何十年前ですかね。BL61 が好きですって言ってました。それはなぜかというと弦が長いんですね。弦が長くて重低音がしっかりしていて、すごいよくできたピアノは、当時の河合の、4機種ぐらいあったのは BL11か12 ですね、と31、51、61、あと US の50、 BL は71があったかね。ですから種類がすごく多かった。その一番最高ランクの、132センチ型の大型のピアノになるんですね。それが BL61 なんですが、ここに今回入ってるのは赤いピアノです。赤いピアノ、これ赤いでしょ。これ真っ赤っかいうわけじゃなくてね、上品なワインレッドになりますが、これ傷はあんまりありません。まあ、直しますけどね、当て傷がちょっとあります、ちょっとありますけどね、それは安心してくださいね。はい、BL61 製造番号は888182ですね。中こんな状態ですね。ちょっとハンマー弦に溝があるので、これは削って形を整えたいと思いますね。さて、どんな音がするのか聞いてもらいます。 F の音から、重低音がすごいですね。グワーンってきますね。どっちかというと優しめの音になりますけど、重低音ですね。ドカンときますね。やっぱり弦が長くて、当時のピアノ本当作り、材質がすごく良くてですね、なかなか今の最近ではなかなか手に入らないような木材もいっぱい使ってます。河合の BL61 の赤いワインレッドね、木目のピアノいかがですか。ご希望の方はお知らせくださいね。で、ハンマーのファイリングというちょっと形を取れるか、すると、もうちょっと柔らかい音になります。ごめんなさい、もうちょっと硬い音になります。でお好みに合わせて、いやこのままの優しい音がいいっていう方は、そのままに行きますし、いやもうちょっとクリアな音にしてって言われたら、それはそれでやりますので、そこはお客様のご要望に合わせて音色の方は変えます。自由自在にね。それが調律師の、仕事です。何かなこれ、こんなところにビデオカメラがあるんですが、あ、社員がね、ひょっとしてですね、今ライブ配信を始めてるのかもしれません。知らん間にこっそりとなんか始まってますね。こういう生放送も最近、うちやりだしたのですごいな、今やってんやろか。はい、ということで、どうぞよろしくお願いいたします。さよなら。